韓国2018ムン女性スポーツ大賞の1から2月の最優秀選手に2018年ピョンチャン冬季五輪で活躍したショートトラックに冠ンムリチェミンジョンと歴代アジア最高成績を記録した女子カーリング代表が選定された。これについて、女性スポーツ大賞審査委員長のチェユンヒ女性体育会会長は、大韓民国の女性選手らはピョンチャンで、 メダルの色に関係なくベストを尽くす姿でスポーツの価値を高めた都市、チェミンジョンは相当の努力でドッポマトナバに登り詰め、カーリングも一つになったチームワークで不毛地から花を咲かせたと伝えた。